はいどうも、ジュンです。マリオパーティー9パート25やっていきましょう。さあ今回はこのゲームを完全クリアするためのあるコツを紹介したいと思います。さあ今回は現在俺ミュージアムのやつをね、商品を全部交換したいということでポイントを結構貯めているんですよね。はい、今が、はい、こちら今3076ポイントまでは貯まってできている状況ではあるんですが、ですね、これついさっき数えたんですよ。どうやら全部でまだ買ってないポイントだけで5500ポイントあるらしいです。やばくない？5500ポイントもあります。まだ星座も全部交換していないので、これだけで2500ポイントあります。で、冒険ポイント、あとこれ空飛ぶベッドだけは交換していたんですが、それだけはまだ、それ以外はまだ交換していないので、まあ、あと13個ありますね。で、あとサウンドが、でもあとちょっとか。あとちょっとはありますね。あと、これだけで300ポイント。なので、これで2500ポイント。これで2800ポイント。あ、ね、これ2600ポイントか。一つ交換してますね。で、サウンドで300ポイント。で、ゲームが100ポイントと。これで5500ポイントになりますね。結構やばくないか。じゃあ、とりあえず、じゃあ、せっかくなんで一つ交換しましょうか。はい、DK バナナカーを交換しました。はい、じゃあせっかくなんでこれをこう、乗せておきましょう。はい。これで残りはあと5000、これで、あと買ってないの5300ですね。ということで、俺今結構裏作業してるんですけど、どうやるのかというと、まず、Wii リモコンを3つ用意します。それで、キャラクター、まあ、キャラクターは別に誰でもいいので、はい、で、やるのは DK ジャングルです。で、これで、ゲームを始めます。で、なんでなのかというと、これ、このステージめちゃくちゃ、溜まりやすいんですよ。なので、なんだか頑張りたいと思います。バナナの数だけこれポイントがもらえますからね。しかもこれプレイヤーの人数、これプレイヤーの分だけこれもらえますし、なんでこれ1人の場合は1人のやつしかもらえません。はい、なんで今回マリオ、リージ、ワリオ全員プレイヤーなので、終わった時に全てもらうことができます。ちょっと説明が長くなりましたね。ということで頑張っていきたいと思います。そう、こんな感じでね、俺もうひたすらマリオパーティーひたすら起動していたんで、ちょっと地獄ではあるんですけれども、はい、はい、これでね、あと2500ポイントぐらいやんないといけないんですよ。これが結構やばいよ、これは。まあ頑張ります。はい、そしてマリオ6、はいはい、もうここでプラス3なんか、はい、サイコロ、はい、13、これ1対2には止まりたくないんだよな。これ1対2よりこれあれの方がめちゃくちゃ効率いいから、 VS の方が。あ、そうだ、はい、もうこれね、もうとにかくチーミングっすね、これ。はい、そしてキャプテンイベントが挟まります。これはもう本当にね、一番少ない樽を覚えて、それ以外を全て選ぶというやつ。はい、じゃあせっかくなんで、俺は今一番少ないのを覚えています。もう本当にね、マジで今回順位とかってマジでどうでもいい。はい、じゃあとりあえず何しようかな。じゃあここをウィーズにして、俺一番多いのとかもう一切わかりません。で、ここをパス。で、ここをワリオにして、最後はマリオ。はい。全員の樽が決まりました。はい。おぉ。一番少ないの出なかったね。はい。ちなみに一番多かったのはマリオと。やりました。はい。じゃあ先行きましょう。今みんなで
まあ48本ですね。はい、そしてここでマイナス1。はい、今マリオが123あるから、これでまたちょっとあれを狙おうかな。はい、じゃあここで123を使います。2、あ、VS だ。はい、ここでマイナス2食らいました。さあミニゲーム。はい、待てよ、どうしようかな。ここをね、みんなで勝たせたいので、はい、もうこれね、もうひたすら同じ数だけ連打すれば、もう全部あの1位を取ることができます。よし、いきます。じゃあとりあえずここを1、2、3、4、5で、ここも1、2、3、4。あれ大丈夫かな、これこれね、余計振ったかもしれない。で、ここは何もしません。あれ、これもしかしてこれ投票、あれ、これ途中でこれ移動しとかもあったからな、大丈夫かなって。おや、あれ、あ、全員一緒だ。おっと、あ、マリオが多い。あ、マリオが1だ、入れてしまったか。あ、それでもよく上がるな。はい、オッケー。あ、これ結局これ関係ないんだな、これこれ少ししか出てなくても、これ結構高くまで上がるんだね。それは初めて知りました。とりあえずこれで2本は得したね。はい、じゃあ先行きましょう。はい、ワリオ。4マス先。あ、2だ。2はチェンジ。タックルだからこれあんま意味ねえんだよな。はい。はい、次の人は、ルイージだ。はい。はい、ルイージ。あ、待って、ここは2を出しておきたいところ。2、おお、2に来た。はい、ラッキーマスだ。はい、ここでラッキーマス、これ最大で18本までこれゲットできるんで、なんとかここ狙っていきたいね。はい、これもううまく、これ目押し系だからね、これは。はい、オーケー、来た。はい、二つ目。早いからなぁ。オッケー、来た。ラスト。いけるか、これ。これもう半分運ゲーだよ、これ。ありゃ。まあ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 。まあ、とりあえずこれで9本はゲット。イェイ、フォーミー。これでみんなで82本だ。だからこのまま終われば82ポイントはゲットできる。まあまあまあ、まだまだいきますよ。はい、次はワリオ。はい、ここで何が出る。3は何だ。バックマス、マイナス1。あ、バックマスもまあまあいいんだよな。これ234が出ればいいんだよな。これ44が DK マス、バナナをゲットするチャンス。はい、いくぞ。はい、バナナルーレットスタート。だいたい次行ったらジャンプしよう。ここらへん、あー、5。まあ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 、あ、これでマリオと並んだ。レッツゴー。さあ、マリオスタート。ようやく順番が回ってきましたね。はい、ここで2は、あ、DK マスだ。これね、あれも変わってるんだよな。さあ、頑張りましょう。バーンルーレットスタート。
ここらへん。どうだ？八。さっきよりもめちゃくちゃ高いけど、いけるかな。はい。待てよ、ここらへんで、いやどうしようかな。あえてサイコロ使いたくないんだよな。あ、これここは？マイナス5はちょっとでかい。まあしょうがないな、これどっちみちあれなんだから。はい、じゃあ行きましょう。みんなで勝てるもの、見切ってどっすん、見切ってどっすって、これみんなで勝てるって、これ確かみんな B になる可能性もあったか。あとはい、これ最初の一人が脱落して、その後二人で同時にやられればあれだったと思う。はい、あ、危ない、これ当たらないんか。じゃあここ行ったらもう当たります、2人で。これでこれで両者1位になるはず。はい、1位。これで23本。これ普通に1位2位3位取るよりもう効率を考えればいいんです。さあ次はワリオ。あ、もうこれはもうボスバトルに行くしかないですね。はい、でバナナを3本獲得。はい、とりあえずまずは一周してきましたよと。はい、はい、3人で仲良く固まります。あ、これ3人だとこれこういう視点になるんだよな、カメラが。まあマリオが邪魔だからね、真ん中で。はい、まあとりあえず今キャプテンがワリオなので、あのワリオを勝たせます。これ1位になるとキャプテンボーナスがねめちゃくちゃ多くもらえるんで、はい、もう最初にねワリオをあのあれもうとにかく到着で、あとでじゃあちょっとここもらへんも、はい、いけ、ちょっと待って大丈夫か、この状況は。あ、お、めちゃくちゃ多く取っている。大丈夫かこの状況は。あ、フィニッシュ。これでみんなで84、みんなで84、待って割り50、めちゃくちゃ多いやんけ。急にこれで逆転できるんじゃねえのか。はい、これでキャプテンボーナスで8。そう、これキャプテンボーナス、これどんだけ多く取ってもこれ順位によって一緒だからさ。はい、これで、おぉ、ワリオが58本。これはかなりでかいね。はい、どんどん進んでいきましょう。はい、バリオスタート。さあ、ラスト1周です。頑張っていきましょう。はい、ここで進むのが3。はい。ここでサイコロがもらえるね。できれば1、2、3が欲しいところ。わ、4、5、6。あるところあるかな。さあルイージ、お待ち先だったら狙ってもいいかもな。じゃあ5を狙います。5、あー6か。言ってもな、これ連打ゲーだからね。あそこ、はい、現在の順位はこんな感じ。これでどのぐらいだ。もう200は確実に超えてる。はい、ここで、はい、クッパからあるけど、ここ、PA をします。はい、これで少しだけ、クッパ待ってます。もう確実に、ここは PA をしましょう。これね、バナナ半分没収になることもあるんで、もう確実に PA を押すことをお勧めします。あの、ポイントを稼ぐの。はい。ここで2ポイント。はい。どうしよう。じゃあここはあえて四五六を捨てよう。マリオが四五六を持ってるからその時に使えばいいだけの話。さあワリオ、5か6が出ればストップ。はい、3はあ出しました。はい、出すな。あ、もう100本突破。はい、もうあと1か2しかないね。1。
はい。でもこれでマリオがキャプテンマス、キャプテンイベントマスに確実に飛ばれるからね。はい、ここで出るのがスゴロク。スゴロクきすぎてない？ドキドキ。はい、じゃあいきます。マリオ、はい、1位。はい、マイナス3。さあ頑張りましょうか。ここもキャプテンイベント、よし。今度はシャドウバナナのある方を選びます。あのこれだけ覚えてそれ以外を当てます。それ以外を覚える、あのプレゼントとすればいいだけで。待て、分かるか俺。いきますよ。待て、これ俺の予想だけど、俺はね一番左にあると思う。なのでここはパス。次を、じゃあどうしようかな。じゃあルイージー、ワリオ、ワリオにする。どうしようかな。はい、はい、ここで中身を見ると、当たってますね。オッケー。ちなみに、あ、マリオが少なかった。あ、ルイージが多かったんだ。あ、これはこれで、これでバランスいいのか。いや、よくないな。だってマリ、あ、マリオが一番少なかったのな。さあルイージ、はい、ゆっくりサイコロあるから。あー、6。どうしようかな、ここら辺。1。あぶね、あぶね。はい、マイナス1。ここでちょっと狙っていきたい。おお、10サイコロ。言うてもいらんな。はい、ちょっとこれかなり希少は高い、希少価値高いけど、はい、でもこの状況ではかなりいらないので。はい、現在最下位がマリオ。どうしようかな、これ同点。あー、じゃあダイヤル、じゃあちょっとここはダイヤル宝箱で我慢しましょう。もうこれはやるしかないね、確実に。はい、じゃあ頑張りましょう。待って、これ同時に回せるかな、これ。ちょっと俺今コンピュー、あの Wii リモコン3つ操作してるからさ。はい、やべえ、まずい。 OK、 いいよ。やべえ、ちょっと待ってよ。こうやって、一旦まずこうやって、こうする。あ、やべ、一旦ワリオだけこれやってくれ。いいよ。やべ、待てよ。待て、これいつもよりこれ操作するの難しいな。あー、待て、ルイース、待て、オッケー。今度はワリオも操作、まだ落ち着け。頑張れ、いけるかこれ。待てよ、どうしよう。待て、待て、なんかいつも以上に回らない。待て、 OKOKOK、 やばい。はい、 OK。これはもう同点にならないな。みんなに引き分け、みんなで勝ちになることはできない、これは。やばい、ちょっと待って。 OK、 ナイス、よし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 。まあこれはしょうがないね。はい、まあこれ放置はね、これ放置すればいいと思ってるでしょ。これね、これ全員が負け扱いになるからさ、これ3位3位3位になるのね。だからそれはできない。はい、さあワリオ、わあ、今1位だからね。じゃあ僕はもう確実に死亡力を使おう。5は何だっけ。あ、 DK マスター、これはこれで使っといてよかったね。待ってよ、これ効率面で考えたらちょっとバナナが多い方をやった方がいいのかもしれないけど、いけ、どうだ、ギリギリ飛べた、ラスト9。いいね、
さあマリオ待てよ、結構いろんな意味で危険と感じる。6はなんだ、はい、あ VS マン、じゃあもう通り越してる、はい、オッケー01、待ていけるこれ、はい、もうここでもうゆっくりサイクルを確実に、はい、2を出していく、はい、オッケー、もうクッパマスに止まりたくないからね、はい、もうこれでもうみんなでバナナ300本以上あるんだけど、はい、よし、いきますか。まあここはね、前に一度やったんで、まあ真剣な対決はね、ぜひそっちの動画もね見てもらえればなと思います。よし行きましょうか、行くぜ、もう先にルイージから行きましょう。今ルイージがキャプテンなんで、ルイージが勝てばキャプテンボーナスが多めにもらえるからね。スタート行け、頑張れ、待てルイージ、ルイージ優先、オッケー、いいの取れた、待て大丈夫か、この状況は。やっぱりいつも以上に動かせてない、本当に。やべ。やっぱりここも動くからな。はい、最後の、あ、待て。マリオの頭踏みまくってるぞ。はい、オッケー。これでみんなで何本ぐらいゲットした？はい。60じゃねえ、70だ。50プラス20で、70で、さらに12で、82本。高すぎる。オッケー。はい。まあちょっとね、本当は Wii 旅行4つ持ってきたかったけど、もう1つはね、ちょっとあれだったから。はい。じゃあ行きましょうか。ボーナスバナナもあります。最初のボーナスバナナはマイナスだ。一番シャドウバナナを取ったのは誰だ、マリオ、マリオの、はい次ランニングスター、ちなみにこれは誰だ、誰だこれは、ワリオ、ワリオか、意外、これはさあラストはミニゲームスター、さあこれもマジでわからない、ゴブゴブだったような気もするけど、マリオ、マリオか、なんかこれも意外、はい、今回一番多くのバナナを集めたスーパースターは、そういえばこれも気になるね、まあこれもねせっかくなんで行きましょう、はい、最初に落ちるのはマリオ、あれマリオが B だったのか、そしておや、おっと、あ、ルイージが2位で、ワリオが1位。167本。1位で167。すごすぎる。ワリオ、ウィーズ、スーパースター。おぉ、ちなみにワリオが勝つとこうなるんだ。はい。167と135と128。これで全部で何本だ ?400 以上あるんじゃねえ。はい。ちなみに、総合結果を見ると、ああこういうこと、なかなかいいとこ、いいとこマス止まり続けてられている。ちなみにサイコロスターだとリージがもらえているね、はい、430かなり大きくないか、オッケー、ということでなんとかね集めることができました。これで430ポイント分がね、もらえたんで。これね、あくまでこれプレイヤー3人の分でこれあれですから、これコンピューターのは加算されません。なので、そこのところは注意してください。で、これで3306ポイントまでは溜まりましたよ。これで、あと交換できてないのか、これで2500ポイント。これで2つ交換してるんで、残りあと2400ポイントですね。で、あとこれ、
待て、せっかくだからちょっとだけ交換しようか。じゃあスタッフベストも交換しよう。はい、ここも100ポイントで交換。はい、ミニゲームモードのタイムアタックでスタッフのベスト記録が確認できるようになりました。あ、これタイムアタックなのか。はい、じゃああとはサウンド、まだちょっと微妙に交換できてないので、じゃあちょっとキャラクターボイスでも交換しとこうかな。はい、じゃあここのところは後で、まあ次回全部交換しちゃいましょうか。これであと5000、これで200ポイントなんで、あと5100ポイント必要ですね。5100ポイントなんで、あと2000ポイント必要です。結構やばいですね。なんで、この2000ポイント分を次回までに集めておきます。なんで、最後、全部交換して、マリオパーティー9最終回と、行きたいと思います。なんで次回最終回ですね。ちょっと、ここまで来て、ね、最終回になるのもあれだと思いますが、だって、エクストラの9、6ボールパズルも完全クリアしましたんで、これもこれでね、やり込んだ方だと思います。ということで、なんとかね、最後の動画、ね、楽しみに待ってくれればなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。